ウクライナ戦争、東部の攻撃が始まるとロシアが都市を砲撃する。ロシアがドネツクへの攻撃の方向を変えると、ミサイル攻撃がルハンシクとドネツクで報告された。ウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ロシア軍全体の大部分が現在、ドンバス構成に焦点を合わせていると述べたウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は、ロシアが東部ドンバス地域を占領するために暴行を開始したと述べた。モスクワは月曜日にロケットと砲撃で都市を砲撃し、ビデオアドレスでゼレンスキー氏は、ドンバスのための戦いが始まったと述べた。 ウクライナの最高治安当局者であるオレクシー・ダニーロフは、ロシアがこの地域のウクライナの最前線を突破しようとしたと述べた。ロシアは当初、ウクライナの主要都市を占領し、政府を倒したいと考えていたようです。しかし、厳しい抵抗に直面した後、ロシアの防衛当局者は、作戦の第一段階におけるその主な目的は一般的に達成された、と述べ、その軍隊は首都周辺の地域から移された。彼らは、侵略の焦点をロシア語圏のドンバス地域の解放に向け直す計画を発表した。 ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、ウクライナとその同盟国が挑発されていない攻撃の策略として却下したものである、ウクライナを非軍事化して、避難する試みとして侵略を描写しました。月曜日を通して、ロシアは多くの東部地域でロケット弾と砲撃の弾幕を放ち、ルハンシクの暮れみんな首都ドネツク地域で8人の民間人が殺害された。ロシアの防衛当局者は、その軍隊が日曜日の夜にウクライナの何百もの軍事目標を攻撃したと述べた。 これには、ハリコフ、ザポリージャ、ドネツク、ドニプロペトロフスク地域の16の軍事施設、およびウクライナの南と東のミコラーユの港が含まれる。国境の数は3月に急増し、ウクライナ人が著しく増加しました。米国の入国管理局は、3月にウクライナからの5000人以上の移民を国土、海、空の国境で拘束し、米メキシコ国境での避難を求める人々が大幅に増加しました。 米国で亡命を求めているウクライナ人は4月7日にメキシコのティファナにあるエルチャパラル港へのバスに乗るのを待っています。入国管理局は3月にウクライナからの5000人以上の移民を国土、海、空の国境で拘束し、米国での避難を求める人々が大幅に増加しました。U によると今年はラテンアメリカとカリブ海からの新規参入者の記録的な流入に加えてメキシコの境界、税関と国境警備局の数字は月曜日に発表されました。 集計は、前月の1,150未満から増加し、ロシアの侵略が2月に始まって以来、港と国境に避難を求めているウクライナ人の最初の公式会計を示しています。彼らは、3月の南西国境での22万人以上の交流のより大きなグループの一部であり、2000年以来最高の月間合計である。ほとんどではないにしても、多くのウクライナ人が人道的仮釈放によって米国に釈放され、人々は一時的に滞在することができ、更新された数字は入手できなかったが、彼らは今月も到着し続けた。 当局者は、戦争から逃れた難民は、従来の U を経由するなど、様々な方法で到着する可能性が高いと述べています。永住権を提供しますが、完了するまでに数ヶ月または数年かかる可能性のある難民プログラム、及び人道的パロールのより迅速なルート。父親がウクライナ出身のニューヨークのモスクワ生まれのラジオホスト、マイケル・レビティスさん45は、バイデン政権が米国への入国方法を指定しておらず、それがより早い方法の一つになっているため、人々は国境に急いでいると述べた入るために。 旧市街の衝突は、脆弱なイスラエル政府に高まる圧力をもたらします。イスラエルのパレスチナのラーム島は、イスラエルの脆弱な反ネタニヤフ連立の存続の鍵です。ユダヤ人の崇拝者たちは、4月18日にエルサレムの旧市街にある聖壁のスギコシの祭りで伝統的な司祭の祝,の祝福の祈りの前に祈ります。エルサレム、ラマダン、スギコシ祭、イースターの稀な合流点でのエルサレム旧市街周辺での衝突は、より広範な暴力への恐れをかきたて、月曜日にイスラエルの脆弱な統治連合を崩壊させる恐れがありました。 連合の単一のイスラエルのパレスチナ党は、最近のアルアクサモスクでの抗議者に対する警察の行動とユダヤ人の崇拝者を現場に護衛することに抗議して同盟への参加を一時的に停止すると発表した。イスラエル議会のクネセトが会期中でないため、党の動きは主に象徴的です。しかし、イスラエルの政治の右翼と左翼のメンバーを含む連立は、保守的な議員が今月亡命した後、すでに崩壊の危機に瀕しており、完全な過半数を失った。治安部隊は後に杉越の祭りの有名人のグループをモスク周辺の広場に護衛しました。 この広場はユダヤ人への寺院の山として知られています。ハマスは最近の現場での警察の行動が飛び力の新たな攻撃につながる可能性があると警告しています。警察とパレスチナの抗議者の間の小さな衝突がナザレを含むいくつかの混合コミュニティで週末に報告されました。しかし、彼はまた休暇中に全ての信仰の崇拝者がエルサレムで祈ることを許可する必要性を強調しました。 しかし、ジョーダン外務省は、武装した護衛の下でユダヤ人の崇拝者を周囲の広場に入れることを許可したことにより、イスラエルが長年の合意に違反したと非難した。人身売買のために3年間投獄されたエジプトの女性 TikTok スター。ハニー・ホッサムは、ビデオを作ってお金を稼ぐように女性を招待した後、人身売買の罪で起訴されました。 ハニー・イン・ホッサムは昨年の公金前に投稿されたビデオで恩赦を求めたエジプトの TikTok スターは、裁判所が最新で人身売買で有罪判決を下した後、懲役3年の刑を言い渡されました。20代前半のハニー・イン・ホッサムは、ビデオ共有プラットフォームを介して女の子を金銭目的で搾取したとして告発されました。彼女はその告発を否定しました。これは、ライブ動画の制作に対して報酬を受け取るためのフォロワーへの招待に関連していました。人権活動家は、彼女が女性のソーシャルメディアインフルエンサーに対する取り締まりの一環として起訴されたと述べています。 彼らは、2020年以降にホッサムと数百万人の信者を持つ少なくとも11人の他の女性が直面した告発は、プライバシー、言論の自由、無差別、身体的自治の権利を侵害していると主張している。カイロ大学の学生であるホッサムは、歌やダンスへのリップシンクを示す動画を投稿することで、TikTok で90万人以上のフォロワーを獲得しました。彼女は、女性のフォロワーを別のビデオ共有プラットフォームである理系に招待した後、2020年4月に最初に逮捕されました。そこでは、ライブビデオを放送することでお金を稼ぐことができると述べました。 その7月、カイロの経済裁判所は、ホッサムと別の TikTok スターであるマワダール・アダムを家族の価値観と原則に違反した罪で有罪判決を下しました。それは彼らに懲役2年の刑を言い渡し、30万エジプトポンド、1万6100ドル、1万2400ポンドの罰金を課しました。クワズール・ナタールの洪水、南アフリカ軍が1万人の軍隊を派遣。 先週のクワズール・ナタール州の荒廃の後、国民国家の災害が宣言されました。南アフリカ軍は、先週クワズール・ナタール州の一部を襲った壊滅的な洪水の後、救援と救助活動を支援するために1万人以上の軍隊を配備していると述べています。440人以上が亡くなり、まだ行方不明の63人の捜索が続けられています。月曜日の夕方の国民への演説で、シリル・ラマポーザ大統領は、影響を受けた人々を助け、仕事を再建することを目的とした一連の措置を発表した。 当局は、洪水はクワズール・ナタール州を襲った史上最悪の洪水のいくつかであると述べています。クワズール・ナタール首相のシエレジカラは、沿岸都市のダーバンとその周辺地域で、4000個近くの家屋が破壊され、8000個以上が被害を受けたと述べた。地元メディアによると、警察と軍の両方が捜索活動に関与し、日曜日にさらに6人の遺体が回収された。ダーバンのある女性、アマンダー・シャンポンは、彼女の親戚の4人の遺体は川岸の近くで回収されたが、6人はまだ行方不明であると述べた。 川岸に沿って4つの遺体が発見されました私の妹と彼女の3人の孫。私たちはまだ残りの6つを探しています。私たちは警察とその犬を捕まえようとしましたが、今日まで彼らは来ていません、と彼女は言いました。望まないオフィスの誕生日パーティーの後、米国人が45万ドルの訴訟に勝つ。ケンタッキー州の男性は、サプライズオフィスの誕生日パーティーが一連のパニック発作を引き起こしたと主張しています。 ケンタッキー州の男性は、ストレスや不安を引き起こすとの警告にもかかわらず、会社が彼にサプライズバースデーパーティーを開いた後、45万ドル、34万5314ポンドを授与されました。原告のケビン・ベーリングは、グラビティ・ダイアグノスティックスでの2019年の望まない誕生日パーティーが、彼に一連のパニック発作を引き起こしたと主張しています。ベルリン市の訴訟は、会社が障害に基づいて彼を差別したと主張した。 ケンタッキー州のケントン群で提起された訴訟によると、不安障害に苦しむベルリン氏は、パニック発作を引き起こす可能性があり、不快な子供の頃の思い出を取り戻します。ベルリン氏の要請にもかかわらず、COVID-19 テストを実施している会社は、2019年8月に彼にサプライズパーティーを開催し、パニック発作を引き起こしました。彼はすぐにパーティーを去り、車の中で昼食を終えました。訴訟は、ベルリン氏が翌日の会議で、彼の同僚の喜びを盗んだと小さな女の子であると非難された時に直面し、批判されたと述べています。 緊迫した会議は2回目のパニック発作を引き起こし、その後会社は8月8日と8月9日の残りの期間彼を家に送りました。彼の訴訟は、会社が障害のために彼を差別し、彼の要求に対応するように求めたとして彼に対して不当に報復したと主張した。そして、グラビティダイアグノスティックスの代表は彼のパニック反応を理解せず、彼の反応に神経質になっていたので、彼らは彼が脅威であると思った、とブッチャー氏は述べた。<music> メキシコ議会は大統領の電力改革を通過できません。改革を支持したメキシコの大統領は、改革に反対票を投じた人々を、反逆罪で非難した。メキシコの電力部門の論争の的となった改革は、大統領によって、反逆的とラベル付けされた投票で議員の支持を得ることができなかった。批評家たちは、もしそれが法律になったならば、それは民間部門の役割を弱め、環境保護政策を侵食したであろうと言った。 法案取引の侮辱の反対者と支持者と一緒に、気象は12時間のセッションの間に高くなりました。下院の議員の過半数が法案に賛成票を投じたが、法案は可決する必要のある過半数の3分の2を下回った。この法案の敗北は、アンドレス・マヌエル・ロペス・オブ・グレイリ大統領と彼の国民再生運動党にとって大きな打撃であり、彼らはそれがメキシコをよりエネルギーに依存しないものにしたであろうと主張した。 大統領は月曜日の毎日の朝の記者会見で、投票を反逆罪とラベル付けし、彼の法案に反対票を投じた人々は、メキシコを略奪した人々を支持していると述べた。ロペス・オブ・グレイディ氏は、全政権が実施していた電力部門の自由化を取り消す必要があると述べ、改革に向けて懸命に働きかけた。市場の自由化により、民間企業が生産するメキシコのエネルギーのシェアが増加しました。 しかし、環境保護論者は、国営企業が古い汚染された発電所に大きく依存している一方で、一部の民間プロバイダーは再生可能エネルギーに投資していると述べています。野党の国民行動党のホルヘロメロ議員は、改革が通過した場合、メキシコは環境への取り組みにおいて50年交代したであろうと警告した。